せーの、恋愛嬉しこんにちは。こんにちは。この番組は、恋愛作家の店長と,えと。えっと疑似恋愛の先生で。<laughs> さらに、不安なので <laughs>、えー、石坂さんの方にも、助けてもらいながら、この番組をお届けしたいと思います。はい前回の、収録が、ちょっと石坂さんが、お休みで。うん、で。 小春さんにお願いしてボボロロだったんですけどこの「ボロボロについてしゃべるとちょっと夜眠れなくなりそうこんな話じゃなくてちょっと昨日たまたま自分のあれなんだけどネタ探そうと思ってちょっとドラマ過去のドラマを遡っていって探したのがロンングバケーショこれが1996年の4月15日から 約2ヶ月ぐらい。 お月9で放送されていて、うん、でこれの最終回のちょっと手前ぐらいの2話分ぐらい見て、うん、あこのシーンいいっていうのがあったんで <laughs> ちょっとこれを少し語りながらオープニング進めていこうかなと思ってききたの <laughs> 君が,たくやが大好きだよ、ね、<laughs> でこの「ロングバケーション」なんですけど、うんはい、この当時放送されていた時に月曜日、まあ、月9なんで、うん、月曜日に街から OL が消える。 もう俺らにとって大変なことだよね。o イルしか見てないもんね。あ,あ、それぐらいのあれだった,の,感じだったの,の。そうそうそう、すごかったらしい。で、さらに。ピアノを習い始める男性が増えて、ゴンバッテ現象となる。社会現象を巻き起こしたらしい。うん、すごいな。で、このドラマの、<laughs> あのー、木村拓哉が演じている。瀬名役なんだけど、瀬名、うん、役をやってるんだけど、瀬名、うん、がピアニストを目指して。うん ずーっといろいろコンクールとかに挑んでいって、うんうん、でいつかはまあピプロのピアニストになるのを夢見てその中で恋愛をしていくっていうドラマなんだけど、はい、で今何喋ろうかちょっと忘れてしまって番組紹介っ行きましょうか。 こ,れこの中でいろんなピアノの演奏を木村拓哉がやるんだけど一つだけ一曲だけこの山口智子が南役で最終的に結ばれるんだけどこの南が好きな曲だけは唯一生でピアノを弾いてたもうこのドラマのためにピアノの練習して木村拓はあ本当に生でそのまま弾いてるってこと本当に生で弾いてるすごいなすごいよね ドラマをやっている最中に二人の仲がとっても良くてでこれ大丈夫あで、だからもうそろそろ番組紹介行こうか2回目だよごめんごめんごめんもうちょっとだけ喋らしてそれでこのドラマがとっても盛り上がりすぎてであの当時多分もう結婚してるんだわすね山口智子は唐沢俊明が旦那さんでで。 キムタクが本当に好きだったんじゃないか。うん、まあ番組を番組っていうか、このドラマ。 の中で<ー>本当に恋人みたいな演技をいろいろしていてでみんなが思うぐらいの感じだったそう,そ,う,そ,うそれぐらい仲良かったってこととっても仲良くて、うん、でこの旦那さんの唐沢俊明が、うん、わざわざこのロケ地に、うん、この二人本当に大丈夫 <laughs> 確認するぐらいすごかったらしい <laughs> かわいいな <laughs> もう一個だけごめんもうちょっとじゃあ時間なんだけど,どだけあのー このドラマで日本のキスシーンを変えたらしいキムタクがええー、キスシーンのそ,そんなに衝撃的な感じだったロンバキすごい<ー>だって視聴率最高率がの何ていうこのキスシーンの部分ってなんかそんなにめっちゃ変わってる印象ってないけど何<あ>ていうかなディープっていうの、うん ちょっと深いキスシーンっていうのかなっていう感じだったんですけどはいじゃあもう時間ないんではい、早速番組の紹介いきたいと思いますお願いしますこの番組は毎週土曜日4時半から5時までの30分番組ですで実際は収録放送のためリスナーさんとの時間がずれていると思いますがそこら辺はご了承くださいで番組の内容としては えー、リスナー参加型になっておりこのリスナー参加型っていうのはちょっと Facebook の FM ノワンさんがアップしてたこの言葉をちょっとパクってきたんですけど <laughs> <laughs> なっておりでコーナーをメインとして皆さんと恋愛のトークを盛り上がっていきたいなっていうのが目的です。うんはい、で、まあ、その中でコーナー一応うも今回で4回目なんですけど。はい コーナーナ全然引っ張りきれないんでなんで時間が空いた時に自分の恋愛節をだらだら話してエンディングにバトンを渡すっていうとりあえずそういう番組の個性になってる感じですねだからもうちょっとリスナーの皆さんからメッセージが来ればまあコーナーが盛り上がって自分のトークがなくなっていくその方がいいはずなんでそこね協力お願いします。あの もうんうん、あのメールいろいろメッセージ欲しいので、はいえー、メールアドレスは797 at mark fm ぎの1 .com です。ここで一曲挟みたいと思います。はい、えっとバックナンバーで女、はい、演女優賞。お母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療を。 アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指しますハーレー・ダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェへゴー ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはこのコーナー<い>恋の妄想このコーナーは恋愛作家の店長が 空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々2人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーです <laughs> ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。廃止になるほどの。そうなの？う盛、ん、<俺>り上がりかけすぎだよ。初めて聞いたけど。いろいろ俺コメント考えまたもん。<laughs> <laughs> <laughs> なので、えー、ラブメールの送信もお待ちしております。<laughs> はい、はいえー。ラブメールの書き方をラブメールっつったらなんか変なもんみたいだな。<laughs> ラブメールいやいやだからシックルクルなんかあのあれがなメッセージをお願いしますって思うんだけど。で。うん、でも恋愛物資だから。<laughs> うん、恋愛にまつわるラブ。マ 恋愛に関するメールだから。だからチョイスでラブをつけてみましす。このはどうでもいいよ。なんか DIK みたいな。説明させてもらいえっとリスナーさんからの書き方の説明なんですけど、書き方は我々が答えた内容に対して評価するだけです。で評価方法は三段階評価になっており、丸、三角、バツの評価でお願いします。伊坂さん、すみません。いつも通りちょっとお願いしてもいいですか。 はい、えー、じゃあいきます、えー、丸評価キュンキュンする三角の評価まあ悪くないかなバツの評価ダメありがとうございます <laughs> このような内容で丸三角バツを書いてでメッセージを送っていただければ、はい、でそのいメッセージを送ってもらったやつを我々の方で集計して、はいうん、で実際勝敗を決めますまあどちらが良かったかっていうはい 勝敗を決めていきます、うん、でどちらかが3連敗した場合は罰ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備します、はい、で準備したプレゼントは3連敗した次の週にサッカー部士が過去の放送により、えー、っと問題を出していくので答えを書いてまたラブメールの送信をお願いします、はいうん、見事正解したリスナーにはプレゼントを我々の方から発送いたします、はい、では今週のお題を発表します ちょっと今週、いろいろと時間がなくてシチュエーションの部分文章、おかしいんですけどそこもちょっと温かい目で自己解釈してもらえれば助かるなっていう感じなんですがお題が先週がですねデートのお誘いお誘いでしたそれからデートの誘いをもらって初めてのデート。 えとお題読んでいきますね、はい、えっと初めてのデートコースは夏祭りです、はいうん、浴衣に身を包んだ彼女はすごく綺麗です、はい、お祭り会場は人が多く、うん、彼女とはぐれないかが心配でした、うん、本当は手をつないではぐれないようにしたいと思っています、うん、すると彼女の方からお誘いの一言がではどのようなセリフで手をつなぎますか に対してと石坂さんに最初に発信してもらうのがと人混みの中なんで,で前にまあ2人で歩いている前にまあ若いカップルが手をつないで楽しそうに歩いているのを見て一言仲良く手をつないでいるカップルを見ていると羨ましくなってくるなに対してコメントをして手を握る。ラジオなんで 言葉で表現しない本来だったらそうだね本来これそのまま, <laughs> そのままそっと手をつなぐところでそ,、うん、そっと手をつなぐんだけど <laughs> でもあの絶写を通じないんで言葉で表現してもらいながらこういう感じで手をつなぎましたよっていう、はい、ストーリーをちょっとあの作りたいなと思って、うん、いきたいんですけど。はい えっと、ちょっとなんか喋っといてもらえます。<laughs> 何,す何の話をすか?。<laughs> いや、適当になんか、あのー、論破系の続きでもいいですよ。論破系あんまり見てなかった。<laughs> <laughs> <laughs> あれ、見ないとだめだよ、あれ <laughs> ていうか、あれはもう、俺ら中学生ぐらいか。うん、そう、ちょうど、あのー、中学校、俺らが中学校の時の。うんうん 入試前かな夏休みー <laughs> な違う九月とか夏休み終わってるかな三年生か三年生<ー>自分なんか母ちゃんが、うん、とっても好きでで、うん、あの当時の自分って、うん、ジャニーズが嫌いで、うん、スマップとか全然興味なかったんだけど。うんうん なんか母ちゃんが木村拓哉が夢に出てくるそれぐらいいいから一回見てみてって言われたからじゃあ見るよそんなにすごいわみたいなすごいやつがやってんだなってあまりこれはもうちょっとすみません元に戻しましょうね自分の準備もできてきたんでじゃあ石坂さんすいませんいつも通りコメントお願いしていいですかじゃあいいですかじゃお願いします店長から 俺からいきましょうか。はい。準備できてるんで、あの画面が消えない前に。はい。はい。お願いします。仲良く手を繋いでるカップルを見ていると、羨ましくなってくるな。そうだね。羨ましいよね。じゃあ、手繋ごっか。しばらくの間、そのまま手繋いでてもいい。なんですけど。なんか言って。<laughs> あ,あ、今終わりでそう終わか。<laughs> 意外に今回シンプルですね。ああ <laughs> じゃあ、本当、まあ <laughs> <う>。あの。 何 <laughs> ていうんかな <laughs>、うん、これなんていうジェスチャーができないんで本当なら、うん、そのまま手をななぎながらううような感じかな今のコメントは「うやましいね、うん、じゃあ手貸して」に対して、うん、もうこの時点で手つないでるわけさ、うん、シチュエーションとしては。うん、でその後に行ったのがしばらくの間。うん あの手繋いでていいかなっていう確認表現ができないから言葉でだからちょっと補足でこれ言い終わった後にちょっといろいろ補足しようと思ったんですけど。うんうんうん そんんなな感じか今自分の次の番に対して緊張してるんですけどなんか拾ってくれるかなってんかちょっとしたダメ出しとかあるのかなと思ったら顔を目合わせてああか思ったよりいつもよりんかんかシンプルすぎたなと思ってちょっとあの表紙抜けした感じでちょっとあんますぎるもうちょっとベタベタでくると思ったけど意外にあんまりそんなに変わらないような感じがする。 な臭いセリフっていうのは意外に入れにくい伝わりにくい入れたところでだからもうあえてシンプルで本当は手を握ってそのまま無言で歩き続けるのもまた一つかっこいいかなって思うんだけどそれができないんで本来だったらねもうそのままパッて手つないでそのまま歩き始めるような感じだよね状況的にそれがいいなと思ったんだけどそれができないからいろいろ練ってきたのが シンプルなやつスペだけの話なんですけど <laughs> じゃあ続いては先生の方に言ってもらいてんですけど <laughs>、はい、準備できてますできてます俺はいくらでも喋れるよ<う>そっちが準備する間じゃあ,あと三分なんで三分喋ってもらっていいですかダメ <laughs> <laughs> あまあ、それとかないのかな <laughs> でも論爆の話に戻すけど大丈夫 <laughs> 大丈夫よあだよ <laughs> そこ止めてよ <laughs> お母さんの続きの話を <laughs> 俺なんか母ちゃんの話はもういいよ <laughs> 母ちゃん聞いてたら俺怒られるわ <laughs> <laughs> じゃあ元に戻して <laughs>、はい、石坂さんえー、っともう一度セリフの方をお願いしてもよろしいですかはい、はい、じゃあお願いします仲良く手をつないでるカップルを見ていると羨ましくなってくるなそうだね実は自分も全く同じこと考えてたんだよ終わりちょっと <laughs> あの ちょっと今あれだなちょっとマイクちゃんと中に入れてよ声を珍しくあの頭真っ白になっちゃったちょっとマイクに入れてよ真っ白になるのはいいけど声をマイクに入れてよちゃんとねで真っ白になったんでじゃもう一回じゃもう一回いいっすかやりましょうちょっと待ってよいいじゃあ喋っとよあれ俺次のセリフが忘れてるなあれで切ってしまったら多分聞いてる人ははぁってしか思わない普通にねいやいや手つなぐの男に消えたっていうの <laughs> いやいやそうじゃなくてね、うんはい、じゃあいろいろと考えてください大丈夫ですじゃあ,あと2分ぐらい喋っといてく <laughs> ーーじゃあロンの話に戻しますっておい戻さんはもうもあの話はいろいろと考えてはいで先週のえー、っとこの恋の,恋の妄想の勝敗があ考えてってよ俺の話聞かなくてよ、うん、いやめっちゃ考えてるんだけど本当に思い出しきれない恋の妄想の、えー、っと勝敗を、うん ちょっと頭の中で整理すると、まあ今のところ一生いっぱいなんですよね。影響でまあどっちがセンスがあるのかっていう所見がわかるって思ってるんですけど、だからぜひ勝って勝ってほしいな。今グッとあのあれだね、プレッシャーが上がハドル上げて。オッケー大丈夫っすよ。大丈夫っすか。はい。もう準備整いました。はい。じゃあ石坂さん申し訳ないんですけど、じゃもう一回セリフお願いしていいですか。お願いします。 仲良く手をつないでいるカップルを見ていると羨ましくなってくるなそうだね全く同じことを考えてたよじゃあここで意見も一緒になったことだし手つないで歩こうかあ<ー>で終わりです<ー>これはちょっと説明すると<ー> <laughs> ちょっと最初に一応普通に、まあ、同じこと考えてたよっていうことを言って、うん、でこのまま普通にじゃあ手繋ごうかっていうとちょっとこっちが恥ずかしいんで俺<ー> <laughs> そのあとが。<ー> <laughs> 手繋いだ後と無言になりそうだからちょっとおちゃらけた感じで。 <laughs> ちょっとアラームが鳴りましたけどね終了ですねいやいやいまだ評価いただいてないからね終了は勝手に閉 <laughs> めないで自分で俺一応 MC やってるんだから俺が閉めるよちゃんとね、はいじゃあ細足もうちょっとね、うん、あいい今の細く、うん、ううもうそのまま石坂さんにジャッジしてもらうちょっとこう定位の間後のことも考えてちょっと陽気な感じでいったつもりだったでもこ声のトーンは全然陽気じゃない、ね、これは緊張のせいまだ<おー> <laughs> <laughs> そこらへんもいい味出てるけどな。 <laughs> じゃあ、一様は、えっと、ちょっと選びやすいのか、にくいのか、わかんないんです。けど <laughs> 今回、なかなか泥仕合だな。<laughs> なんか、どっちもセンスを感じない中、<laughs> あの、判定の方、お願いしてもよろしいですか、はい。お願いします、はい。じゃあ。 ハハハハハよかった俺先週負けてるから <laughs> これはちょっとな <laughs> 先週負けたらどうしようと思ってで今日この FM 儀乃湾さんに向かう道で、うん、あな,なんかもう。 先週勝勝ってるから勝者気取りであ今週も大丈夫だよ <laughs> セリフ考えなくてもみたいなで俺番組の構成も考えながら一応このね答えも考えてるさね余裕を超えてたのにね余裕を超えて <laughs> 余裕超えてる人間に一応負けたくないなって思ったからもう一回なんか10分くらいで考えてあこれで大丈夫だろうみたいな感じで思ってたのにね <laughs> そんな甘くないよね <laughs> そんなに甘くないよねって言えるほどの内容を披露したわけでもないんだけど、今回ちょっと泥れちゃいだな。うん、全然あのダメだね。<laughs> まあ一応そういうあれなんだけど、うん、やっぱなんだろうな、うん、このコーナーが盛り上がらないっていうのが、うん、なんか一番なんかあの毎回引っかか,かってて。うん でまあ、変な話この後の俺のフリートークなんて別に大した内容じゃないから、うん、本当はやらなくてもいいんだよねでもこの女の人のこのセリフに対する答えって結構なかなか言葉だけだと難しい部分あるよね、うん、なんかそうですよねただでもなんかこのシチュエーション、うん、なんかえー、っと二人で並んで歩いてる先になんか仲良くイチャイチャしているカップルを 見るっていうなんかこの光景はなんか昔経験してるのか分からないけど思い浮かべやすいシチュエーション、うん、そうだね、うん、あのもう本当に中学生高校生ぐらいの時にあれだよねそそうう,うな初めてデートする人とちょっと <laughs> 手つなげるかつなげないかぐらいの時にドドキドキしてたような感じだね <laughs> 心臓が口から出そうなような状態でね。<laughs> そんな感じなんですけどいつもこの「そんな感じなんですけど」で締めてるんですけどまあ一応とりあえず粉一応こんな感じなんで開き直ってから何これないさでこんな感じで締めましょうねとりあえず今2勝1敗二勝1敗何で戻すの話を締めようとしてるので戻したい今また2勝1敗ねじゃあ一応俺の方が勝ってるってことで でこ,の場あこのコーナー締めますで、うん、えっとちちゃんとと考ええてきますよ先生が考えたところでこの番組盛り上がるかって言ったら盛り上がらないけど、ね、<laughs> まあまあでもね参考になればっていう気持ちもあるから <laughs>、はい、そこら辺ちょっといろいろとね練ってきてでえー、っと1曲ここで挟みたいと思うんですけど、はい、先生の方から曲紹介の方お願いします。はいえー、クスオで出会い はいえー、とコーナーまたやっぱあの時間がききれなかったんで一応 <laughs> ち,ちょっと小ネタなんですけどバックナンバーを店長がとって教えてて、はい、でバックナンバーとはっていうのを少し語ろうかなと思ってるんですけど、うん、まあちょっとざっくり話していくんですが、はい、メンバーが清水伊織さん はい、で小島和也さん、はい、で栗原久志さんの3名で3ピースバンドっていう形で結成して、はい、で b a c k n u m のボーカルの清水い織りさんが、はいえー、作詞作曲して b a c k n u m b っていうこのバンド名も清水い織りさんがつけてるんですけど、はい、この由来が高校時代に彼女を。 バンンドマンに取られて、はい、でバンドをやって見返すって言って、うん、バンドを実際始めたんですよ<ー>この清水優里さんが。うん、で、えー、っとまあ彼女を取られたんで、うん、別の男に。うん、だから自分は遅、えー あ元,彼にあ元カノにとっての自分は片遅れですっていうことでバックナンバー、うん、あそれを片遅れを英語で言うとババックナンバーっていう形で結成して、うんうん、でこれにちょっと続きがあって元カノからすると自分は片遅れ、うん、だけどバンドを始めていつかこの彼女を見返してやるに対して。 やったのが一番最初に出したメジャーメジャーじゃないインディーズの時にミニアルバム出してて「うん、で逃した魚」っていうタイトルでミニアルバム出してるんですけど、はいはい、このミニアルバムに、うん、このジャケットの裏にとっても粋なんですけど「うんうん、あなたが逃した魚は」 こんなに、あ、時間です。あ,はい、じゃあ、これまた、あの、次回、えー、めっちゃいいとこで切れたら。あ、そうかなと思うんで。<laughs> あとは、あの、自分で推してるんで、これから先も、いろいろと説明していきます。ちょうど大詰めで、<laughs> あれだったね。ロングバケーション。え、母ちゃんネタ、バックナンバー、全部今日切られてるから、あの、どっかで、また繋いでいこうと思うんで。 <laughs> えっと、じゃあ、あとりあえず、うん、来週の説明ですね。はい。え、そろそろ時間も迫ってきたので、はい、来週のお題を発表します。はい、来週のお題は夏祭りの続編です。お<ー>、<で>まだ続くんだ。続編。<laughs> あのー。<laughs> 切っていかないとこのコーナーネタが尽きるんだけど、とりあえず一旦完結させようか。芝居には多分主人公結婚するよね。結婚して結婚してで孫ができて孫のあの恋愛模様まで行こうかなと思ってるけど、まあそんなのはどうでもいいんだけど、えっと続編でシチュエーションは花火の花火の後の告白。まあ二人で手をつなぎました。 花火が見えるところまで場所取りして二人で花火を眺め終わった後ちょっとね愛の告白を告白もうちょっと引っ張らないとこのコーナー配信になるよと思ったけどでもいずれにしろリスナーがいなければ配信になるんでとりあえずやってみようかななんか自自暴棄ですとりあえず廃止覚悟で告白まで持っていきます。なのでで来週まに いい告白のセリフを自分なりにまとめておいてもらってまあ過去に使った告白のセリフでも全然構わないですよ。 今もう令和になって平成の時に使った言葉を使うと多分バックナンバーのように「肩をくれ」って言われるはずだけどそうだねしかも生まれは昭和だしねバッチリ昭和だしねまあそんな感じで一応考えておいてくださいわかりましたじゃあ今週も恋愛作家の店長とはい疑似恋愛の 先生で <laughs> 毎回忘れるなあのこっちがさこういうふりすると俺どんなやつ締めていいか分からない <laughs> <laughs> まあいいやうちはあもう、うん、とりあえずああの、うん、まあ誰か聞いてたらあれなんですけど <laughs>、はい、お付き合いいただいてありがとうございました,ま,したまた来週もこういうふざけた格好で頑張りますのでよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします、はい、じゃあ最後に店長から一言 今回俺考えてない。<laughs> お,おこしぐに来る。じゃあさようならー。<laughs> また。